月面基地にイレギュラー反応多数。それにこれはシグマだろう。わかるんですか？ああ、俺にもわかる。この感じ、やつだ。さっきのはコピーだったってことですね。どうりで手応えないと思った。これで最後だ。シグマ、決着をつける。ハンターチーム、出動。お前の番だ。任せた。行くよ。そうか、まだあがくことをやめないというのだな。まだ望みがあると思っているのだな。あんたらを倒せばいいだけでしょ。望みありまくりだね。そうだな。おとなしく滅びられてもつまらん。破滅の最後のひとときまで楽しもうではないか。そこ、お願い。せい、合流しよう。合流しよう。任せた。行くよ。任せておけ。合流しよう。お前の番だ。任せて。そこ、そこ、そこ、お願い。任せて合流しよう。あの世で待っていろ。すぐにシグマも後を追わせてやる。やっと片付いたね。さ、行こうよ。嘘。あ、アクセル。左折線。
また会えたな、ゼロ。一つの世界の終焉に他ならぬ貴様と立ち会えるとはな。ゼロ、究極の破壊者となれるその DNA から得られたウイルスで私はこの世界を侵すことができた。そしてそう、それこそが全てを終わらせるこの時の始まりだったのだ。そう思うだろう。イレギュラーの戯言はそのぐらいにしておいてもらおうか。そう怒るな。貴様には感謝しているのだ。こうして新世代のレプリロイド、我が意志を受け継ぐ子供たちが宇宙に我らの新たな世界を作り上げることができたのだしな。子供だと？そう、ヤコブ計画で生み出された新世代型レプリロイド全てのコピーチップには我がデータが刻まれている。これからの世界を築くのは我々だ。ゼロ、古き世界と共に滅ぶがよい。全力でかい。ナイスイー打折戦。くが行くぞ。はいはいはい、終わりだ。絶望せよ。貴様らが守ろうとした世界がすがった計画も全てはが手の内だった。貴様らに残されたものは絶望しかないわ。滅び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 。ふざけるなよシグマ。俺が動ける限り貴様に都合のいいエンディングなどない。来たよ。ただいま到着。アクセル、なんとか間に合ったって感じかな。ゼロ、これで僕のことちょっとは見直したんじゃない？お仲間の到着か。無駄なことよ。次世代の王たる我が力の前には何もかも無力よ。決着をつけるぞ。お願い。任せておけ。お前が言え。お前の番だ。任せておけ。それがお前の力か。任せた。いくよ。お前の番だ。燃えたゆれ。行くぞ。行くぞ。燃えたゆれ。お願い。お前の番だ。お前に無駄だ。任せておけ。お前の番だ。燃えたゆれ。行くぞ。くらえ。お願い。くせっ。痛い。任せた。行くぞ。お願い。行くぞ。まさか私がここで倒れるなどと。滅びるのはやつら旧世代の。
君はルミネ、無事だったんだな。無事？もちろんですよ。皆さんもシグマを倒せて満足でしょう。おかげで計画もここまで順調ですよ。あんた、シグマに連れ去られて利用されたんじゃないの？利用？違いますね。彼は役目を果たしただけです。私たち新世代型を目覚めさせ、世界を変えるという役目を。来なさい。任せた。行きませんね。はあ、私を怒らせましたね。はあ、はっ、近場に倒した。いやっは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 っ。行きませんね。お前の番だ。行くよ。ハワリナ。ドロビアの子たち。どういうつもりだルミネ。貴様もイレギュラーなのか。イレギュラー？そんなものでないことは、私にとどめをさせないのは、それが分かっているからでしょう。私たち新世代型レプリロイドのコピーチップは、数多くの旧世代型レプリロイドのデータを解析して作られました。その中には当然あのシグマも含まれています。わかりますか、この意味が。コピーチップにシグマ？だったら僕もシグマみたいに狂っちゃうってこと？残念ですが、プロトタイプのあなたにはそこまでの能力はありませんし、シグマは決して狂っていたわけではありませんよ。シグマは自らの意志であなた方の世界に反逆していました。そして私たち新しい世代のレプリロイドはいつでもシグマのようになれるのです。私たちは自分の意志であなた方旧世界に戦いを挑むことができる。あなた方に分かるように言えば、私たちは自分の意志でイレギュラーになれるのです。X、 私たちが撃てますか？所詮は人の道具に過ぎないあなた方古い世代のレプリロイドが意志を持ち進化した私たちに何ができると。世界は変わったのです。生命がより進化した生命にとって変わられるのは自然の摂理です。おとなしく滅んでおしまいなさい。X、 迷うことないよ。こいつは悪いやつだ。敵だよ。敵、味方、そんな単純な問題ではない。レプリロイドの在り方が
生命のあり方が変わったのです。新しい世界にもはやあなた方は必要ないのですよ。滅べと言われて、おとなしく滅んでやるつもりはない。一人を倒したところでもはや流れは戻らない。お前みたいにおかしな奴が出てきたら何度でも倒してやるよ。本当に何も見えていないのですね。まあいい、いずれわか。
状況は？こちら X、状況はアクセルがダメージを受けたが大丈夫だ。これより祈祷します。ルミネの言ったことが正しければシグマの奴が現れることはもうあるまい。いい潮時かもしれんな。大方ルミネの言ったことでも考えていたんだろう。シグマみたいなやつばかりになるのが進化などであってたまるか。それにな X、 本当に進化の時とやらが来て俺たちが滅ぶのが運命だったとしても、俺たちは戦わなければいけないんだ、その運命ってやつと。